皆さん、こんにちは。本日は何を調理するかと言いますと、石鯛でございまーす。代理さんであったり、エアサオさんから釣りに行った時は、よく石鯛を釣ってる方がいるというふうに聞いておりますが、実際にこう調理するっていうのも今回が初めて。これから調理していこうと思います。本日の石鯛がこちらになります。綺麗な白と黒の模様でございます。ちょっとなんかできる感が出てますが、見た目だけです。では、石鯛、まずは鱗からでも鱗はすごいなんか細かい鱗ですね。マダイとか比べると全然ちっちゃい鱗ですね。サイズにもよるんかな。細かいのがたくさん取れてますね。地方によっては、呼び方も違うそうで、島鯛とか、あとはサンバソウとかという名前も言われているそうです。特徴的なのはやっぱり、まあ模様もそうですけど、この歯ですよね。すごい何でも砕きそうな歯なんですけども、甲殻類とか貝類をこう口で砕いて食べる習性があるので、すごい頑丈な歯をしてます。これが年数が経ってくると、この白い模様が消えていって、心のところだけがすごい黒くなるそうです。内臓や腹ワタを取って、血合いも取ってと。あー、綺麗な白身、綺麗、弾力があるな。あー、切りやす、包丁がスーッと入っていきますね。スーパーなんかで石鯛とか石垣鯛にしろ見たことないんですよね。皆さんはどうでしょうか。これも釣り人の特権っていうとこなんでしょうね。こんなんがあったんで購入しました。これを吸っていくと妻になるみたいです。おお、結構取れました。つまつま。であとはレモン。であとは刺身にはまた大葉なんで、こちらも用意しました。あとは、皿に乗せて盛り付けなどをしていこうと思います。いやー、非常に楽しみですね。実食が。ということで、できましたー。こちらになります。じゃじゃーん。いかがでしょうか。石鯛めっちゃうまそう。わさびでどんな味がするのかね。いただきます。あれ、おお、うまっ。プリプリ、めっちゃ弾力あります。若干なんか鯛に似てるような感じですね。ただ弾力さはもう石鯛が断然あります。最高やわ。で、若干こう磯臭さがあるのかなと思ったんですけど、全くないです。で、これがどんどんこうサイズが大きくなってきたら、また違う味がするんでしょうか。うまっ。これをこう好んで釣りに行かれるっていう方の気持ちがめちゃくちゃ分かりましたね。この妻も一緒に加えたらうまいんじゃないか。おお、妻と合うね。うん、わかめもうまい。もうちょっとなんかこの切り方がうまかったりとか、斜めにこう包丁入れていって見栄えよく盛り付けできたらよかったんですけど、まあでもうまいからいいでしょう。はい、ということで、ごちそうさまでした。いやー、うまかったな。大満足。今日初めて石鯛刺身いただいたんですけども、綺麗な白身で弾力もあり、
磯臭さもなく、これはめちゃめちゃうまかったんで、ぜひと皆さん味わってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。